新年明けおめしすよよよよよよパチ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 、私はうさぎ年ですね。そうです、ぴょん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 、いやお正月休み、はい、いただきました。いやもういただいちゃいました、もう存分に楽しんだ、ね、楽しんだ、うん、楽しんだ、すごい、いやみんな、寂しかったんじゃないの。なのね、オメロスってみんな言ってましたよね、オメロス。いや誰も言ってないよそんなこと。オメスのことなんて忘れられてたんじゃないかな。いや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 、そんなことないじゃん。何言ってんだよ。まあということでね、はい、今年もよろしくお願いします。始まりました、新年、始まりました、2023年。お正月休みね、はい、みんなね、いろんな過ごし方してると思うんだけど、そうそう、オメスはさ、うん、何してたんってね、とこですよね。いやもう気になるでしょう、もう。そうでしょ、すごいことしましたからね。本当そう、はい、じゃあちょっと順番にね、フリップに書いてきたんで、書いてきました、説明していきましょうか。いきましょう、オメシスの動画。あなた何してたんだろう、楽しみだな。じゃあいいかい、じゃあ行くよ。いいよ、私が、うん、1週間休んだうちにやったことは、はい、こっちだ、ドン、モンハンエペックススプラ三大巨頭です。もう1週間ずっとゲーム三昧だったの。ずっとゲーム三昧、なんか、うん、そう、ずっとゲーム三昧見て、うん、寝る食べるをすごいいっぱい入れながらも、まあ、モンハンエペスプラをもう全部をもうすごくやりましたと。すごいね。でも私31日の夜は友達と大晦日行ったからね、うん、初詣行った。それでその次の日からこれ、うん、楽しいじゃん。ゲーム正月したんだ。そう、ゲーム正月してね、正月でもうすっごい充実しちゃったの、すごい楽しかったの、よかったね、よかったよかった、いいじゃんそれは、よかったでしょ、いいでしょ、え、あったわ、うん、え、なんかお正月番組とか見た、なんか、なんかお笑いみたいなのずっとつけてた。あ、そうなの、うん、それを見ながらもうとか言いながらゲームしてたいいね、いいでしょ、楽しそうじゃん、楽しかった。じゃあ次は私の、はい、見せましょうか、はい、それではオメガレイの正月、はい、何してた、こちら、なに私の年末年始は最悪でした。何それ最悪な年末年始となりました。最悪だったの。まずですね、何、31日の夜は、うん、年越しそばを食べました。え、幸せじゃん、月見の、え、いいじゃん、美味しかった、いいな、あれ、うん、なんか、うん、夜なんか調子が悪いかな、なんかお腹の調子がなんかちょっと悪くなってきたかも、なんか、うんこ、あれ、何、あれ、あれ、何深夜、うん、ゲロ、え、ゲロ深夜お腹がやばすぎて、ゲロ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 って感じでした。ゲロ論破しちゃったの、つまり、うん、こう、つまりこう、すごい、なんか下手、トイレに、分かりにくい、つまりトイレに出しました。うんこ、うんこじゃないよ、ゲロ、うわ、そして、うん、1日は、うん、上からも、うん、下からも、え、マーライオン、つまり、はい、口ケツマーライオン、口からも、ケツからもマーライオン、微妙に下手じゃねえ、トイレとお友達、うわ、なん、最悪じゃん、つまり、うん、胃腸炎になっておりました。うわいや本当に最悪で、マジ最悪じゃん、本当に最悪な終わりで、最悪な始まりだったの、かわいそう。1日死んでたんだけど、2日もやばそうと思ったから、ママに来てもらったの。でも2日はね、なんかケロッと元気だったんだよね。でママも来てくれて、なんかご飯とか作ってくれたりとかして、やった、もう1日は本当に何も食べれなかったけど、2日はママが作ってくれたもの食べたりとかして、いいな、それは、そうなの、ケロッとなったんだけど、3日ですね、1月3日、ママに感染。あ、もう最悪、いや本当にごめんなさい、もう本当最悪だ、それはごめんなさい、ママありがとう、落ちちゃうよそりゃ、そしてごめん、だからママにもうめちゃくちゃ食料を、あの、届けました。あー、車で、うん、車で、でまあね、あの、その2日3日暇だったんでね、ちょっと見せたいものがあって、あ、何、こちら、なにこれこれはレゴレゴだすね。ちょっとさ、2日3日さ、暇だったからレゴでこれ作りました。これ何ですか、これ列車、これ前さ、ブラックライデーの時にさ、まだ届いてなかったやつよ。あー、なんか言ってたかも。それが届きまして、組み立ったの、見てて、はい、これなんとコントローラーで動くんです、すごっ、いきますよ、最新型じゃん、そうなの、いいよ、え、すごい、うわー、どうですか、早くない、なんか早いでしょ、早い、しかもなんか重量感やば、いきますよ、いいよ、何、
スの速さ。え、これな、なにこれ、これをさ、見てたの。すごいでしょ。これを見てたの。そう。いや、これなんか超滑らかなの。確かに。なんていうの、レールと、うん、タイヤの、うん、そう接する部分がめちゃくちゃ滑らかで、うん、こんな速さを再現してるし、急ブレーキ。おお。後ろにも行くから、ちなみに。おお。いや、面白いね。うん、はい、はい、ということでですね、すごい、もうあなたは最悪な役でした。私は最高に楽しかったです。あとですね、はい、今年の目標、うん、ありますか、目標。あ、目標か、なんだろうな。れいちゃんはですね、うん、2021年は歯科矯正ですね。あ、そうですね、歯ですね。そうで、去年2022年は車の免許を取りました。お、有言実行してきましたね、うん、してきましたね。そうなの、すごいすごい。今年ね、ちょっと何しようかなってね、いろいろ考えてきました。いや、もう来ました。私もね、実はある、今年は。私あるから、まずね、2023年は絶対これやろうって。はい、もうビビるよ。書いたの。書いた。マジかよ。いくよ、うん、私が2023年に絶対にやりたいことは、目標は、はい、こっちだー、ドン。え、私は2023年絵本を作ります。ね、待って、作るっていう、のは作るだけだからね。売るとかじゃないよ、まだ。売るとかそういうだけじゃなくて、とりあえず作ってみるっていうこと。あ、いいじゃん、いいじゃん。そう、2023年は私、絵本を描く、作る。あ、できそう、できそう。ストーリーを考える。いいねー。めちゃくちゃいいよ、それ、はい、いいでしょ、いい目標だ。いいだろ、いいだろ。いい、いい。あ、ちょっと待って、言わせて。ぜひ出版社の皆様、助言いただければと思います。よろしくお願いいたします。いいね、なんかあの流れとかね、販売までの流れとかね、そうそう、知らないもんね。そうです、そうです、難しい、どんくらい難しいのか分かんないけどさ、発行のね、仕方とかね、そうそう、ちょっと頑張るわ。え、頑張ってくれよ、頑張れ。いいね、いいね、いいね。すごすごすご。なんてば、はい、オメガレイあるの、うん、2023年の目標は、はい、デレ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 ドン。年末にストリートピアノでファイナルファンタジーメドレーを弾く、え、という具体的なね、具体的なあの目標を挙げさせていただいたんですけれども、一昨年ウクレレ買いましたよね。買いました。2022年のウクレレのプレイ回数は5回以下となっております。え、やばね、これはやばいと。やばいよ、これはやばいと。音楽、まあ歌に力を入れようとね、言っておきながら、まあ楽器を触らなくなってしまったらやばいと。やばい、それはさすがにやばいって。なので今年はちょっとピアノを練習したいと思いまして。え、マジで。目標として最終的に年末の、まあストリートピアノ、どこかわかんないですけどね。え、ストリートピアノってよくありますよね、いろんなところ。え、外でやんの。ええ、ちょっとやってみようかなっていう目標ですね。え、ま、え、今年中に、今年の、ま、年末とかかな。え、マジやば。今どのレベルなの。まあ、やってみましょうか、うん、今のレベル、うん、今持っている私のピアノこちら、うん、やば。え、できんの。今の私のレベルやってみましょうか。やってみましょう。やってみて、FF 感出してみて。 FF? うん、あ、ちょっと楽見たからね。うん、そうだね、やってみ。弦が足りない、弦が足りない、弦が足りないね、弦が足りないね。ストリートピアノでさ、年末ぐらいにやったらさ、私撮っといてあげるよ、カメラマンね、私が。動画にしたいですね、できたら。うん、そうだね。まああと、うん、これ聞いてくださいよ、うん、私が得意な、うんうん、猫踏んじゃった猫踏んじゃ踏んじゃ踏んじゃった猫踏んじゃった猫踏んじゃった、はい。まあこれとかはできますね。まあ全然いいね。まあ全然、でもそのスピードとかは全然出せなくて、だけどやってる。でもスピードとかそういうとかね。そっかそっか。ええ、今のレベルこんな感じです。出て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 。私のレベルこんな感じ。ああ、そうか。ウクレレが結構あのさらっと入れたから、なんかピアノもいけんじゃないかって。レイちゃん天才だから。ピアノを触っていって目標としてストリートピアノをやりたいなと思って。頑張って。ストリートピアノとかかっけー。知ってんの。知ってる知ってる。なんかさ、そこら辺でやってるよね。なんか駅とかに置いてあるじゃん。やってるやってる。それ勝手にやってる人でしょ。具体的な目標あげないとね、あの成長しないね、多分。確かに。絶対やるっていう目標掲げて生きていこう、じゃあ今年は。楽しみにしてください、皆さん。楽しそう。はい、ということで、はい、おめす結構
く1月からもさ、はい、忙しくねさせていただいておりまして、そうなんです、動画クリエイターですね、1月22日、はい、オメストークショーやりますので、はいはい、お楽しみにしてください。みんなマジ来てください。日本科学未来館で、はい、参加してくれた皆さんには特典として直筆サイン入り公式ブックが皆さんに、ね、プレゼントされますので、そうです、ぜひ100人程度入れると思いますので、ぜひ皆さんお楽しみにしててください。ご応募ください。はい、チャンネル登録とツイッターもよろしくね。よろしくね。それではまた次回お会いしましょう。またね、バイバイ。2023年もオメストーク